さあ、こっからですよ。だから、この地図で行くと、またコピーとこかな。この地図で行くと、今いる場所が、いや、地図で記しとくからね、この辺りなんですよ。これで今、カウントに通じるかで、ここだね。ここだよな。うん、くすーっと行って、榊原温泉。ああ、行きたいね、榊原温泉。あの、湯の瀬っていう、うん、あの、水泳の温泉施設が、今年リニューアルしたんだよね。湯の瀬？湯の瀬っていう、今違う名前になったかもしれないけど。あ、榊原温泉になる。そうそうそう。日帰り温泉施設か。あ、日帰り温泉施設。そうそうそう。あのおじいちゃん、あの高齢者だとね、あの、うん、安い入れるから。もううちらももう高齢者じゃない、中和おめでやし。待ってよ、ちょっと待ってね。はい。これ何だったっけな。あ、着替えタオルあるね。いけるね。よし、いいかい、ここは絶対カットするからね、カットするから、うん、絶対の放送に流れないから、はい、まあどうやって行ったら、うん、その榊原温泉口に行けるかは調べとこう。はい、調べとこう、うん、まあ、あるね、あくまでもじゃんけん次第なんで、じゃんけんでね、どうしてもね、そっちの方に行けないってなるかもしれないけど、うん、うん、まあ、とりあえずルートは調べといていいんじゃないかな。はい、うん、調べといて、ここで曲がったらいいんじゃないかなっていうタイミングは事前に早めにね、だいぶ早めにちょっと一言入れとこうか。いや、うん、厳しいな、厳しい厳しい。うん、何、いや、いや、どういったらいいの。いや、いけるけど、うん、そのとこでいけるよ。まあ多分これちょっと現実的じゃないから曲がりすぎて、あの、あー、その道はね、うん、よくないね。だから、うん、やっぱこう、うん、こうなのね。うん、あそこからか、県道28号か。やっぱそこか。ここら辺がうまくなる。あ、ここで俺勝ったらいいんだよな。俺がここで勝って、はい、で、その先のところで、すぐに勝ち直せばいいな。うん。いや、無理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 。無理無理、絶対行こうと思ったらいけないんだから、女。いやいやいや、そんなの、いざとなったら俺パー出すからとかって言ったらいいんだ。あ、うち、そういうとこ頭回んねえから無理。ん、そういうのもできないから、うち。あるある、あ、危ない危ない、風が強いでね、うん、いやいやいや、大丈夫大丈夫。え、ダメだよ、八百長は。いや、八百長じゃない、ルールを改変すればいいんだ。だからファールゾーンの広さのルールを変えてしまえば今の新球場でも問題ないという理論だ。うん、うん、うん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 、大丈夫大丈夫、いざとなったらチャンネル名セラヤ TV にしとくから。いやいやいや、まあ、とりあえずね、2方面に向かう、ここは確定だからね、出ないともうちょっと本当にいい加減抜け出せん、うん、無理がある。まあ、ちょっと走って揺れるがないからね、まあ、ちょっとこっちはあのスタビライザーがちゃんとしてるからね、うん、多少の揺れでもやっぱ補正はちゃんとできてるの、うん、やっぱスマホで撮った時ダメだった、うん、ガクンガクンガクンってなって、今のやつもめちゃくちゃ補正してんだけど、さすがにちょっとスチュースさんからも、うん、3D 用みたいなのします。だよなー。うち、その厄介なのがさ、酔い補正強いやん、俺、うん、見れちゃうのよ、うん、船酔いとかも全然しやんやん、うん、船酔いも、車酔いも、まあ、よっぽどじゃないとしやんからさ、うん、もう多分、まあ、その 3D 酔いとかしやすい人はちょっときついかもなと思って、やっぱし案の定ちょっときついっすって、うん、だよね、こっちだね、ごめん、分かってよ、あ、暑いのか寒いのかよくわからん、うん、日差しもあるからね、うん、はあ、まあ、どっちにしろだってあのサーリーナのところ、サオリーナまで、うん、特に
曲がり道もないもんな。うん、ないはず。うん、まああるけどね。うん、俺の目に入ってなかったらないから。はい。え、次はサオリーナのところでじゃんけんして、サオリーナ超えたとこね、うん、サオリーナ超えたところの方な、うん、あ、超えたところな、うん、手前に信号、信号なる交差点なんてこれなかったってもう言い張るから、うん、とか、あの映っとってもこれあの動画の編集でモザイクで消しとくから。え、でもその23号降りた後の次もじゃんけんしないといかんね。勝ちゃいいだけだ。はい、俺もう降りたところパー出すから、うん、ここ、あ、ここから俺パーしか出さんから、はい、うん、3連続パーでいくから、はい、うん、もう頭はパーになっとるんで、うん、うん、やばい、頭が当たるかな。パーで、はい、まず俺が勝てばいいんだから、はい、でその後パーで俺を負けて、はい、ほらパーばっかしでやっとったらダメでしょっていうような話を展開すれば、はい、それっぽくなる気がするじゃん。ああ、その信号なんかもうモザイクで消したから大丈夫。今ここはあの信号のない交差点ってことになってるから大丈夫だよ。だって一応ここ曲がっても何もないところだしな、本当に。本当に何もないもんね、ここは。あれ、すぐ先に行き先表示が出たけど、これ何、どこに、ああ、あれや、工業団地に入ってるところですけど、うん、ちょっと美味しいケーキ屋さんがね、あ、そうなん、あるんじゃん、うん、え、ここって本当に工場しかないと言ってるけど、なぜかケーキ屋さんがあります。ケーキ屋さんあるんだ、うん、あの、パンを売ってるケーキ屋さんみたいな。ああ、はいはいはい、いいですね。知らねえ。結構ね、うん、あの口コミもいいとこなんで。ただ今ケーキ買ってもしゃあないもんな、うん、中で食べれるとかじゃないでしょ。あ、食べれるじゃない、うん、昔は食べれたけどコロナになってから食べれる。ああ、なるほどね。もうコロナ対策も悲惨極まりない。やばいね、やばい、今日修正する人がいないっていうこの状況ね、うん、まあね、これが公開される頃はどうなってるか分からんけど、中国が今ね、うん、広がって、うん、なんか工場のね停止とか始めたのから、それが怖いよ。うん、だね、中国の場合は、うん、まあ、そもそもがそもそもなもんじゃありないけど、だって中国今から本番って感じだからね、感染は。あ、ただ対策はどうするのって言った時、まあ、中国はもともとハイガバナンスの国やからさ、うん、ハイガバナンスでやったところで抜き崩してヒェーイっていう国やから、うん、そんなあの日本人みたいにね、国がいたからさあ自粛しようって、そんなね、みんながね、精神性に頑張って自粛しようっていうふうにはいかない国だから、うん、うん、はい、自粛しますって言いながら歌で100ファイって100ファイってやるのが国だ、国だから、うん、逆にそれぐらいでないところで本当に規制ばっかしやっちゃうと、うん、こうなっちゃうっていう、うん、なんか海外の人に説明するときにそこら辺が苦労するもんね。うん。そのなんていうの、 N 極と S 極が逆っていう。